じゃこんにちは、はい、豊さん、はい、はい、ついにという感じでしょうか。まあそうだね、はい、まあ、ちょっと意外な部分もあったんだけども、はい、あの日本ハムノンテンダーということでそう、なってました。太田大志選手が、はいはいはい、まあ、DeNA が獲得決定ということで、どうやらそういったことで、まあそうだね、まとまったんでしょうかね、うん、だからまあ近日発表にはなってるけども、はい、まあほぼ決まりということで、はい、まあ、最初西川が決まると思ってたんだけどさ、うん、まあ、太田の方が先だったという。はい、で太田をこう考えた時に、まあ、古巣の巨人か、はい、広島かなっていうふうに思ってたんだけども、うん、やっぱ DeNA がね、まあ、狙ってたというね実は、はい、うん、というのもなぜかというと、はい、まあ、太田は大使、まあ、外野の守備は非常にうまくて、うん、まあ、長打も打てて、うん、身体能力も高いという、はい、まあ、そういった選手なんだけども DeNA を見た時に、はい、まあ、レフトから佐野、うん、桑原、うん、オースティンっていうのがいて、で次にじゃあ誰が来るのかっていうと、やっぱそこら辺の力の差があるんだよね。まあそういうところでその太田のね身体能力の高さ、長打力、2019年には打率2割8分9厘、うん、本塁打20本、はい、この本塁打20本というのは札幌ドームを考えた時に、はい、やっぱり立派な数字なんだよね。札幌ドームってやっぱ打球も飛ばないし、この20本というのは横浜スタジアムを本拠地にした場合だと30本近いことが計算できるかなっていうような、あ、本数なんだよね、はい、だからまあこういう長打力とそのレギュラーと控えのその差っていうのをこう埋めたかったのかなっていうような、そんな感じがする。うん、それと右、あの優秀な左は DeNA はたくさんいるんだけども、はい、右はもう試合に出ちゃってベンチにいないんだよね。なるほど。右バッターが、優秀な右バッターということを考えるとね、だからそういう意味では、まあ、控えでもいいしレギュラーでも使えるということ。まあ、それともう一つ、はい、各チームに左ピッチャーの先発ピッチャーが多く増え出してきたんだよね、はい、これが、まあ、あのセ・リーグの左ピッチャー代表的な、そう、ね、まあこれは、まあ、来年もローテーションに入ってくるだろう、うん、まあまあシーズン中何回も当たるであろう左ピッチャーをちょっと書いたんだけども、はい、まあ、ヤクルト高橋、はい、ね、阪神高橋まあ、ケージ・ハルト、ね、巨人は高橋優希、はい、でも阪神は及川っていう左ピッチャーが中継ぎで投げてたけども、はい、うん、うん、来年先発に入ってくる可能性もあるよね、はい、可能性としたら、うんうん、だからまあ左ピッチャーがまた増えるということ、はい、まあ、巨人は高橋メルセデス、はい、で広島は床田玉村、はい、まあ、中日は大野小笠原という、これだけの1,2,3,4,5,6,7,8人のローテーションで回ってくるという各チームがね、左ピッチャーだけを考えると、こういう左対策もあっての太田大志の獲得じゃないかなっていう、だから非常になんかこう敏速に危機管理をなんか DeNA がやったなっていう、だからすごくねこの補強っていうのは頼もしく感じるんだよね、はい、うん、だから太田大志のそのまあ身体能力が、まあ、足も速いし、はい、まあ、ガッツもあるし、まあ今年なんかはあんまり成績が上がらずにね、2割何厘かしか打てなかったんだけども、まあベンチにいる時もねこう見てると声を出してね、はい、やっぱ選手を鼓舞してるんだよね、うん、まあそういう姿とか見てるとまだまだ闘争心っていうのもあるし、一流にヘッドスライディングっていうのもまあいっぱい見てるしね、うん、だからもうガッツあふれるプレーがなんかこう心情というかさ、はい、まあそういうこうまあ大柄で弱んタイプなんだけども、うん、非常にこう体全体で野球をやってくれるという、はい、まあそういう選手だけに非常にいい刺激に、まあ、なってくれるかなっていうふうに思うよね。なるほど。どうですかね、 DeNA の中での役割というか。まあ役割はね、はい、まあいろいろこう内野手出身なんだよね、はい、とりあえずは、はい、それから外野にコンバと言ってるんだけども、ファーストぐらいは多分できると思うんだよ、うん、ファーストとやっぱ3つの外野のポジション、はい、まあ外野の守備っていうのは本当にうまいし肩も強いしね、うん、だからもう任しといて大丈夫なんだけども、だからまあ控えに甘んじるのか、それとももうレギュラーを取りに行くのか、うん、でそういう風な選手でやっぱり横浜の選手も DeNA の選手も刺激を受けると思うんだよね。そうですよね。だからすごくねいい補強なんだよ、うん、まあ、あの今 DeNA にいる選手たちもこう頑張らないとっていうところもあって、そうそうそう、みんな切磋琢磨できるっていうところですかね。でこの中で移籍って言って書かなかったけど、あえて藤田っていう、
ピッチャー和也が楽天から戻ってきてんだよね、はい、そうです、で同じパ・リーグから DeNA を知ってる藤田がいてパ・リーグから戻ってくる、うん、太田もセ・リーグから一回セ・リーグからパ・リーグ出て戻ってくる、はい、もう藤田がね多分ねこう太田をうまーくねこうチームに馴染ませていくような役割もしてくれると思うよ、うんうん、だから非常にあのセ・リーグ出身でパ・リーグから戻ってきた選手たちが藤田もそうだし、まあ、太田大志だから非常にね DeNA が来年楽しみになった、うん、それとやっぱコーチ陣も見てもそうですよね、なんか優勝した時の OB のメンバーをかき集めたよね、で非常になんかすごくやる気を感じるんだよね、うん、まあ、その中に太田っていうのが入ってきてくれて、うん、すごくもうこれで揃ったかなっていう、でまあ一説によるとオースティンが、はい、メジャーの方に帰るんじゃないかっていうね、はい、そういう対談報道も多少出たことがあるんだよ、はい、うん、だけどまあそれは契約をいろいろ見てみると、うん、まあ、そういうことは勝手にできずにね、うん、あの DeNA の了承がいるということ、ただコロナ禍の中でさ、うん、まあ、家族のこととかいろいろあってやっぱ状況がね、うん、だからやっぱアメリカでやりたいって言ったらさ契約があるけども無理は言えないじゃない、まあ、交渉の余地はあるのかなって。そうだよね、まあそういうところでまあ太田を取ってるっていうのは一つのこう安心感もあるよね、うんうん、だから非常に太田に目をつけたっていうのは太田が他のセ・リーグのチームに行ったらある程度の活躍は俺は見込んでたんだよね、はい、だからそういう意味では太田を取ったっていうのは味方にしたっていうのはすごく大きなことだというふうに思うよね。ただ嫌なのはやっぱ選手たちだよね、外野手、あの DeNA の、うん、はい、あ余計な人来ちゃったよみたいな、うん、やっぱあるよねそういう競争っていうのは。でもそういう存在で取ったと思うし刺激を入れる、うん、新しい血を入れる、うん、だからそういう意味ではすごく十分な存在価値のあるまだまだ働けるね、うん、太田大志だけに期待はしてるよね。早くちょっと発表になって、うん、あのご本人の口からどういったコメントとか、うん、まあ、球団側もどういった感じなのかっていうのもちょっと興味がありますよね。まあ、まあ まあそんなに俺が言ってることとあんまり大差はないと思う、うん、まあでもまあ近日発表と言ってても、うん、まあもう本当に時期を見てるだけでもうすぐ発表になると思うし、うん、おそらくもうほぼまあまあ 90% 以上はもう決まってるということで、うん、まあ、この動画にはしてるけどね、はい、うん、だけど本当にあの太田大志がこう後輩になってくれるっていうのは非常に楽しみだし、うん、やっぱあの巨人時代から声をかけててね、うん、札幌ドームに行って、まあ、ここのとこは会えてないんだけども会える時は必ず札幌ドームで話をしたりだとかいろいろしてたけど、はい、すごくこうなんか実直なねいいあの青年だし、うん、で本当にあの性格的にもチームを自分のチームにしたらなんかこうグイグイ引っ張っていけるような、うん、そういうタイプの選手だからね、はい、だから遠慮しないでまずはやってほしいなっていうふうに思います、うん、はい、はい、またねノンテンダーだと別の選手も、まあ本当だよね、気になりますけれども、ね、はい、とりあえずまずはもう西川歩きは心配なんだよ、うん、だけど、はい、本当に良かったと思います、うん、で DeNA のやる気も感じるしね、はい、だから本当になんか来年の DeNA の期待がものすごく膨らむ、もう少しずつコーチ陣だったり、そう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 、でドラフトも楽しみな、そうドラフトも良かったし ね、 そうですよね、で今回風が来てるっていうかね太田が来る藤田がね、はい、ベテランで入ってきた、はい、OB のコーチが戻ってくる、どんなもう楽しみでしかしょうがない、全く変わってきますかねこの次のシーズンは、うん、まあ大輔と動画を撮る予定だからそれも楽しみですけど、それも楽しみで、はい、いろんな話をねちょっと聞いてみたいと思います、はい、はい。